ウィナーズサークルへようこそは、海谷忍による日本の漫画作品。競馬を題材とした漫画で、ジャンプ改めに連載されていたが、同志の休館に伴い、ウェブサイト、隣のヤングジャンプに移籍。2016年10月28日配信分にて完結した。海谷が競馬に興味を抱いたのは、サラリーマン時代に独身寮で、オグリキャップの引退レースとなる。 第35回、有馬記念を、会社の先輩、同僚と共に見たことによる。馬券を購入するようになったのは、ソムリエの連載中であり、競馬好きのアシスタントと担当編集者の影響も、大きい。ソムリエの連載中に、連載の始まった、ワンアウツの担当編集者も、また競馬好きであり、同じ、ビジネスジャンプ誌で連載されていた、山崎拓味の、 優秀たちの定席の担当編集でもあったことから取材と称して競馬場へ通うようになった。続く連載となったライアーゲームでは主人公をはじめ競馬関係者の名前が登場人物に使われるようになった。ジャンプ改め創刊にあたって編集長から早く立ち上げられる連載企画を求められた書いたには競馬物を提案し本作が連載される運びとなった。 2012年4月14日にはコミックス一貫発売に合わせて海谷にとっても初となるサイン会を有林道ヨドバシ秋店で開催している漫画家になる夢を諦めた山川七尾は大学に入ってからやりたいことが見つけられない生活を送っていたそんな時占い師の助言の言葉から競馬場を訪れることになるそこで出会った競馬サークル ウィナーズサークルの面メ々ンメンと知り合い、初めて馬券を購入するが、それが大当たり。さらにサークルメンバーは、彼の馬券の才能を見抜き、その予想を利用して、勝ち組人生を手に入れようと格索する。ありがとうございます。